いた、屋上だ。なんだ、あの巨大なシャドウは。ミズ、行くぞ。待て。あれがここを襲ってきた敵、シャドウよ。戦わなきゃ。召喚、私だってできるんだから。再びお目にかかりましたな。あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。ほう、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。ペルソナとは、あなたがあなたの外側の物事と向き合ったとき、表に出てくる人格。様々な困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは絆によって満ちるものです。他者と関わり、絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。
よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時にはあなたは自らここを訪れることになるでしょう。ではその時まで、ごきげんよう。気がついた。気分はどう？よかった。やっと起きたよ。本気で心配したんだから、体の方は心配ないって、過労みたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね、あの時は何にもできなくて。でも驚いた。すごいね、あの力。あの力はペルソナって呼ばれてる。それにあなたが倒した怪物はシャドウ。私たちの戦ってる敵よ。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。私のお父さん、小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。父さんが勤めてたの、霧城グループの研究所だったの。だからここにいれば、父さんのこと何か分かるかもって思って。学園に入ったのも、この前みたいなことやってるのもそういうわけ。もっとも怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。本当？でもごめんね、それに起きた早々こんな話。待ってる間いろいろ考えちゃってさ、今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。あのさ、私のことゆかりでいいからね。女同士だし、その仲良くしようね。じゃあね。Thank you.
いや、来たね。体の方は大丈夫そうで何よりだ。女の子に万一のことがあったらって心配したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でもない。君、ま、かけて。ああ、そうそう。前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。